さあどうも皆さんこんにちは、キナです。今回ですね、こちら親子ご飯復活ご飯ご飯ビーストっていうね、トリプルご飯の今月パーティーを使っていこうかなと思います。でもうね、火力最強の3体を積んできました。でこの子がね、まあ新たなね、この射撃のユニフラをつけられる、かつまあ超絶火力が今月統一なんで、この覚醒びっくりびっくりびっくりでね、射光も超増せると。でもちろんね、射撃攻撃力がもうナンバーワンのねキャラクターなんで、まあバチ強ですね。で、ご飯ビーストは皆さん知っての通り、もうガンガンユニークゲージ展開してぶん殴っていけるキャラクター。で、復活ご飯ちゃんも地味に復活後火力出せる、かつ、復活前はですね、クッション役として、戦えることができるんで、まあね、こういったね、火力特化のパーティーで、まあ一回敵のコンボを、リセットさせるっていうことができるのはめちゃくちゃ優秀なんで使っていこうかなと思います。うん。今期はね、瞬間ゲットってことで、1万以内をね、さっと取りたいんですけど、まあね、脳死で、このパーティー使えば戦って、まあかなり勝率がいいということでね、はい、めちゃくちゃ、まあ初心者さんの方にもおすすめではありますね。さあ、行きましょう。まったなじゃない、これ誰だ、カマロゼガーショってね。はい、で、緑2枚なんで、ちょっとビーストメタられてんのきついけど、回避してそう、しない。もうマジであんまり考えずに戦いますね、今回は。めっちゃ強いんで、ほんまにこの今月。火力がね、もう異次元なんですよね。そこは釣ってくる。まあいいでしょう、全然受けます。うん。まあね、結構レート終盤で、レート追い上げしないといけないっていう方多いと思うんですけど、もうあんまり、はい、楽にね、勝ちたいっていう方には超おすすめ。でも1万円程度はね、レート2倍なんですよ、今回のシーズン。火力えぐ。もうね、1万円以内取れれば、E プラス、レート2倍シーズンなんで別に多少負けてもいいんですよね。2試合に1回ぐらい負けても正直レート上がるから、マジで考えなくていいと思う、そんなに。さあ。一回入れとくか。OK。はい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 。やばいっすよ。やばいっぴよ、これ。あ、フルフォースするか。あー、止めてくる。しゃあない。自殺は9打ってたけど、持ってるんかな？持ってない。これ即行きます。まあ、射撃やからしゃあない。もう、クッション使うか、これ。うん。お、なんかワン、おーおーおーおお、忘れてる、これ、もしかして。まあ、しゃあないわ。まあ、メイン使えなかったのは、若干残念。でも、適当に跳ねて、圧取って、ライジング打ちたいかなって感じですかね。ね、ぴょんぴょん跳ね。そう、復活ご飯ね、範囲特殊持ちなんで、もう復活後のこれもね、割と脳死でいけるっていう。愛最強。優秀すぎ。裏出てくる。あ、マジで？ほら、食らっとけ。はい、根血最強。メイン切るか。待って待って、最悪。140万耐えるかな。あ、落ちたわ。ちょっとやばいな。マジか、そこ落ち割ときついけど、ライかぶしたい、交代ムーブでメイン切って、はい、見えたんで、まあ必殺できるかな、これ。いけ、パンチ、あ、惜しい、おりゃ。はい、受けて、あー、まあヒット確認なし、飛んでくるか。まあラスワンご飯ちゃんに頑張ってもらいましょうか。お互いメイン持ってるから、まあ、どうなるかなって。いや、これ出すか、出していいや。結局、あれなんで、もうメイン切らした方が楽だわ。ね、もう結局これは、ワンコンボ取ったもんが勝つんで、はい、なんでもいいかなと。結局、はい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 。さあ行きましょう。で、メインケアして、まあ、ずらし圧でワンコン取って終わりましょうか。いい！いや、これ来週、絶対なんか押してるわ。あ、そうだよね。はい、さっき入れ込みやったんで、まあ、バレバレですと。はい、そのわけで対戦ありがとうございました。まあ、こんな感じでね、割とほんまに、うん、もう IQ2 で戦えるんで、めちゃくちゃおすすめです。対戦ありがとうございました。まあ、結構危なかったけど。では、髪の毛編成ですね。まあ、適当な演出でこれでいいかな。はい、まあ、上3枚選出も固定なんで、もう選出すら考える必要がないっていうね。もう素晴らしい編成となってます、マジで。で、赤の枠別にパンにしてもいいんですけど、まあ、火力特化にしたいんで、まあまあ一応こんな感じにしますね。全然パンでもいいと思います。初心者の方はね、この復活ご飯ちゃん、復活ご飯ちゃんじゃないわ。覚醒ご飯持ってないっていう方もいるかもしれないんでね。はい。経由しまくって、どっちにしろ火力上げられるんで。まあただ今回は全員エースってことで、誰がね、ライジングで落ちても困らないんで、
まあそういった感じですね。しかもビーストが一番火力出して安定するキャラクターではあるんですけど、雷かぶされても踏ん張り持ってるっていうのがあるんで、まあめちゃくちゃほんまに楽ですね。さあ、お願いします。きらめし赤ごとつだから怖いけど、まあなんとか噛み合いでね、しばこうかなと。さあ、して、はーで、一応やるで。お願いします。まあ、とりあえずぴょんぴょん跳ねで即行きましょうか。オッケー、即入る。こっち出してみるか。カマロゼから来るか。まあ、さすがに下げてこないと思うんで。マジで言ってる？まあ、いいけど。そこを祈りしてくるか。属性無効必殺いてえぞ、これ。さあ、規則したんで、即回読みするか。はい。手に取るように分かっちゃいますね。そんなもん。だゴジブル来そうじゃないか。来ない。外してきそうやから、じゃあ、変えてきそうやから、外します。オッケー、いいの見えちゃったね。もうこれ止まらんですぜ。ちょ、待って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 。おぉえぐすぎ。一つぶって、159。火力やばいな、マジで。で、次、よーっしゃユニゲ再展開。はい、ぶっ壊れ。もうこういうことなんですよ、結局。今のレジェンズって。もう圧倒的火力で全てをひねり潰せばもう4桁なんて余裕ですよ。だから絶対レートやった方がいいと思います。はい、対戦ありがとうございましたになるかな、これは。はい、えんぐ。さあ、お願いします。わ、すごいな、これ。未来パーティーにゴジブルを入れたっていう感じだけど、あ、いいですね。なんか渋い感じがしていいな。紫のトランクス入ってんの珍しい。お願いします。さあ、で、ビーストと、誰だっけ、復活ご飯の通りがめちゃくちゃ、おお、回避圧してる。めちゃくちゃいいんで、まあ、そこが、あれかなって感じはするけど。で、先が復活ご飯のメイン全然切れてないから、まあ、そこだけ、もう使えるときに使うようにしましょうか。反省点。味方の回復できるんでね、地味強い。さあ、適当に攻めましょう。うわー、すごいな。僕もめちゃくちゃ雑に行かせてもらいます、今日は。あ、復活切れちゃった。めっちゃ雑。で、まあ、一応キャラチェン回避とかしてきそうだけど、居座ってきたら絶対攻めてくると思うんで、この方。唾液とか。で、だからまあ、回避入れときます。あ、キャラチェン回避見て射撃。で、メイン切ってきそうやな。いっときましょう。じゃ、今回即来る。どうしてくるんだろう。OK。さあ、取って必殺っときましょう。結構早いんぞ、これ多分。強えぞ、これ、痛えぞ。あい、この火力。ユニケ展開しまして。まあ、圧破棄させてるんで、どうするかあるんだっけ、この方。この方って何？この子。火力、えぐ！ちょっと待って、これ、撃とう。めちゃ気持ちよくなれそうやから、撃っとこう。はいはい、350万。どうや？だいぶ削れるんちゃうか、これ。いけ！どりゃーすんよ。単発 UG。あ、うまい。回避読み入れてくる。まあいいでしょう、受けましょう。でもどうせこれ、ゴジブル帰ってくるんかな。ゴジブル帰ってきてライジングまで繋がりそう感はあるけど。あー、オッケー。神社射撃言っとこう。即来そう、オッケー。雷撃ちます。ゴジブル来ない？あ、ラッキーラッキー。これ、バックアドですね。はい、でも、マジ出てきてに行きます。ほんまに、ほとんどの推しで戦ってるから、めっちゃ楽でいいんですよね、この編成。超おすすめ。ガンガンドン。630万でまずらし、メインでいいや。はい、なんかこれなんか圧押してそうやな。破壊してるんか。まあ OK。 まあ、復活飯切るか、体力的に。で、この人がどういう効果持ってたか忘れたけど、メインは究極持ちやったはずなんで、まずらして圧どうかなって思ってます。670万。ああ、来てこいの。あ、じゃあ普通に攻めますよ。オッケー。はい、でもあとはビーストでタコ殴りにしていくということで強いな、本当にこの編成は。根血キャラクターは、そっち変えてきたら、まあ、裏でぶちしばけるんでね。キャラチェンメインで最強。いや、もうこれ良くさせていいや。一冊で雑に場に使わせて詰めるって感じでいいかなと思います。はい、避けさせて即打ってくるか。うん、これでも場に使わせたんで、あとはガングリ
殴るだけでいいと思うんでね。はい、相手ライ切ったんだっけ、ちょっと忘れたけど。うん、お、結構つながるな、この子。泥足持ってるんだっけ。家を侮辱するな。じゃあそう。おお、すごいこれ体力回復したから耐えるかなって思ってるんですけど、あー、ギリ耐えたわ。はい、あとはマバに使って、おー、いきますよ。ここ、はい、対戦ありがとうございました。そんなわけでね、今回はゴリ火力のね、根血パーティー使ってきましたが、マジでね、えぐい火力出せるし、ほんまに脳死チンパンでめちゃくちゃ勝てるんで、レート上げに超おすすめなんで、追い上げに使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。これ以上